と思ってた。君と僕のこの愛だけは寒い冬が終わって春が
皆さん釜山で会えたからさ嬉しいんだけど、じゃあ皆さんもう一回こんばんは。こんばんは。釜山で来てくれてありがとう。いらっしゃいませ。皆さんいらっしゃいませ、ああ釜山来てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。あいこ、ここはどこですか。でしょ。 SOS 会いたかった。釜山で見る SOS は今日ちょっとスタイル変えてみたら、もう恥ずかしいくて僕はね、かっこいい。反応が薄いね。ちっちゃい。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ本当に皆さん釜山に来てくれて今は疲れてると思いますけど、あライブを楽しんでて、ホテルに帰ってから SOS の方をあの部屋訪問もまでしてゆっくり寝ましょうね今日は。じゃあ今日は SOS だけじゃなくて、皆さん本当に今日はラッキーな日なんです。そうですよね。今日は SOS だけじゃなくて、あ SOS の弟分のグループ、ね、韓国ですごく頑張って練習してるんですよ、が皆さんに初めて皆さん顔を出して披露します。超かっこいいですね。そうですよね。期待してください。歌もはね、うまいしね。そう。さっきリハーサルする時も、いや、先生やっぱ頑張らなくちゃっていつもいつも思いますけど、今日またそんなきっかけになりました。SOS も負けないぐらいもともと頑張りますので、最後まで釜山でもたくさん応援してください。今日来てくれて本当にありがとうございます。本当に良くなったでしょう。すごい。僕も今日起きたら本当にびっくりしたんですよ。ね、ちゃんとでも最後のあのチャダタの曲で、ね、最後の困った내곁에와줘서さっき笑ったじゃん、テンション。笑ったじゃん。いいえ。いいえ。もう一回皆さんのためにもう一回本当に真面目にね、かっこいいしって。困った내곁에와줘서今釜山来たでしょ。だから困った내곁에와줘서もう一回お願いします。困ったまだまだ내곁에와줘서ちょっとここはね、K-POP ライブじゃないからちょっとおかしい、はあ、変な感じじゃない。皆さんあんまり笑ってないしね。今日皆さんも今疲れたから。ご飯は食べないですか。食べてないですか。話聞いたら、みんなご飯食べてから遅くなったって聞いたんですけど、ずっと待ってたのに、ずっと待ってたのに、7時からずっと待ってた。でも今リオンから飛行機で、うん、そうだね、2時間、あ1時間40分かな。そう、2時間ぐらいだ、ね、あ2時間ぐらいね。あ今来るから皆さん本当に疲れたかなと思います皆さん。あだけど今元気でね、元気で応援してくれて皆さん本当にありがとうございます。今日多分初めて見る顔がたくさん多いと思いますので、皆さん SOS に応援してくれるくらいたくさん大きい声でたくさん応援してくださいね。では SOS の挨拶して、また他の続いて僕たちの弟グループのステージを見て、 SOS はまた後でまたステージ披露します。皆さん挨拶いきます。せーの、こんばんは。何や SOS。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ久しぶりですね。じゃあ皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は音楽と、皆さん忘れてないでしょ。忘れてない。皆さん疲れてるんだ。なんか心配だから忘れてないでしょ。私は音楽と皆さんを愛する男。その男が誰。チャーリー。あらま誰。SS のチャムと申します。どうぞよろしくお願いします。ねえ、皆さんも久しぶりだけど、 SS も今3人でステージ上で久しぶりですね。嬉しい。だから本当に嬉しいですよ。チャム君嬉しい。嬉しい、どうも。ねえ、嬉しいですね。あ、皆さん私は誰ですか。ジオン。ジオンの前で何かあるでしょう。私誰ですか。カリスマ
カルスマを私やめて。おい、一回皆さん、韓国語で、大丈夫よ、日本語で、日本語で、私は誰？私はSFの末子、千代と申します。よろしくお願いします。さあ、皆さん、やっと釜山まで一緒に来ましたよね。 今年もいろんなところを皆さんとどこでも行けるところまで一緒に行きたい SS リーダーキミリーリーダー誰キミリーそうです SS リーダーキミと申します。よろしくお願いいたします。キミリー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 キミリ
来るから皆さん背も高いしもっと大きく応援してください。かっこいいし。じゃあそれでは皆さん大きい拍手で、その弟分を呼んでみましょう。皆さん拍手お願いします。じゃあまた後でね。後で会いましょう。楽しんでください。楽しかな。 来てた。じゃあ皆さんいかがでしたか。楽しかったですか。本当にSOSの弟グループとまたあのね先輩グループも一緒に歌って披露してくれたんですか。どう思ったんですか二人は。いやまさもう中でもう久しぶりに二人のライブを見て本当になんか感動して。そうだよね。本当に楽しんで。そうだよね。もういろいろ考えがあったんですよ皆さん。 本当に二人はもう韓国で、もう皆さんの、今、なんか韓国日本遠いけど、皆さんのために、いろいろ頑張って、また皆さんの前で出るために、今、いろいろ頑張ったんですよ。頑張ったんですよね。その、皆さん、二人の、ためにも、もっと応援してください。もちろん、弟グループと、またあの、皆さんのために、本当、いつも、頑張ってる、ジョングクとまた、ソン君も、本当にたくさん応援してくださいね、皆さん。やっぱり、私、友達は。皆さん、ジョングクとソン君にもう一回拍手してください。もしかして、皆さんの中で、サウンドと、ジオン君の友達の、ソン君も初めて見た方いらっしゃるんですか。 いらっしゃるよね。いつもね、そうやって言う人が酒歌うまかったり、あの人なんですよ。皆さん、いつも名前が出て誰なんだろうと思ったかもしれないけどね。これ、私、それ中で見たんですよ。これ何？テレビで見たんで、二人で、もうちょっとこれやったんだよ。本当にわかんない。私も見た。本当に？何ですか、皆さん。千匹。入っちゃダメ。ダメ、あなたはダメ。こっち入っちゃダメ。 警戒してるんだよね。<笑>仲悪いよね二人。<笑>じゃあそれでは皆さん、あと残ってるライブの時間は SOS と最後まで楽しんでください。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。 지
Thank you.
やっぱりね、チャオ君と
너 김민구 헌돈이 감받다 한다네. 네? 私はこれからも本当にもともと頑張りましょうね。頑張りましょう。やっぱりみなさんの前でダンスやるのはやっぱり恥ずかしいですよ。でもさっき言ったでしょ、スタッフさんに僕はSOSダンスマシンですって。初めてでしょ。あと初めて見た人にはうそつくんだね。全然歌いもないし、もう顔でダンスやって、あとは何やりますか。私 そんな感じで私はSOSの中でダンスマシンです。なんでおかしいですか。でしょ。ちゃんとサウ君も喉が出ない時は声がね、喉が出ないじゃないですか。声が出ない時、本当に頑張ってて、ダンスで皆さん本当にさっきジオン君と踊ったのもすごくかっこよかったでしょ。サウ君にもう一回拍手お願いします。今これ、これ何映像。 今みんなが映像撮りますか。撮った。あ、ダメですよ。本当に理解してください。早く今来てください。今度私もっと練習して、その時に映像撮った方がいいと思います。ああ、でも君君も本当にね頑張れから。 今ステージ上でなんか緊張ですけどね、あ、良かったね。ああ、本当にね。ね、チャオ君もチャオ君な君君よりもっと緊張するから全部覚えたけど本当に上手だけど皆さんに初めて見えるのが本当に一番恥ずかしいだって。だから今さっき本当に練習してて鏡前では本当にそうですよ。自信本当にあって、もうこれはもう簡単ですよ。 思ったけど、皆さんの前で踊った時には、全然頭の中でもう何もない。本当にもう白かったです。じゃあこれからはチャウ君の踊る前はスタッフさん鏡一つお願いします。チャウ君の前で、そう、チャウ君の前で置いてからもかっこよくなると思います。じゃあ皆さん、 SOS とまたいろんなグループと一緒に楽しい時間でしたけど、本当に残念なんですが、皆さん 終わりじゃないですよ。そうじゃねえんですか。だっけ言ってなかったけどね。明日もあるし、明後日もあるし。これから本当に。この歌何？明日がある、明日がある、明日がある。この歌皆さん、なんで今清くんが歌ったんですか。知ってますか。知ってる。今最近うちらの日本語学校で 皆さん2月16日が何の日か知ってる人。卒業式。ああ、でしょ。素晴らしかったです。全部知ってる。学校の先生ではないかなって。わからないですよ、皆さん。2月16日は日本で歌の日ですよ。歌の日。日本人なのに。本当知らない。その時にクラスで、なんか、歌の会。 があって、クラスで一曲練習して、みんなと一緒に歌い書いて、一番のクラスは2万円。一人じゃなくて、クラス。20人だったから1人で1000円ぐらいの。1000円ぐらいって言われる。1000円も。ちょっと。結構これは入場券は20万円あげたらいいんじゃないかなって。でも、チャオ君は今、喉が。 まだですから、そうはね、歌えないけど、ね、私頑張っても踊るするから。あ、踊るもあるんですか。あれ、ダンスもしながらね。ダンスもしながらね。じゃあ残念なんですけど、これからの道、皆さん、今日初めて来たか、初日だからね、帰る日まで SOS とまたこのグループと一緒に思い出を楽しい思い出を作ってから気をつけて帰りましょう。じゃあ最後の曲。 ああ、行きましょうね。残念なんですけど、行きましょうか。みんなと本当にみんなと一緒に遊ぶ感じの曲なんですので、皆さん今お尻痛いでしょ。痛くない？痛いか思うよ今。ね、最後の音は皆さん全部立って一緒にね、一緒に踊りましょう皆さん。ね、今なんか3人だから、なんか今もうなんか心配だもんよ。 決まらないでしょ。また、みんな今までやったの、もう先輩の
그룹 너 성한 또 정훈 또 이슈니 또思います 사이고노 라이브だから 정말 하얗고 키테 그다사 예 예 아 그래? 그러네 자, 그럼 여러분 마지막 곡 여러분 같이 놀아주세요 よろしくお願いします 다때 그다사 자, 세노! 요코소 부산에!
경매 신학교의 멤버 회장, 멤버 회장, 회장. 私の彼女の弟の人がまだ日本語ができないから。そうですよ。だから二人が今翻訳で。あ、単純な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 
있습니다. 안녕하세요. 저는 강왕규입니다. 소개해드리겠습니다. 네, 나의 생각은 좋아. 네, 네. 자, 저기 하고 싶은데 하고 싶은데. 오늘 처음 무대에 섰는데 정말 모두 놀랐고요. 정말 많은 호응해 주셔서 정말 감사합니다. 많이 떨어가지고 제가. 아, 수고하셨네. 자, 창원 군. 사실 표 아리가토 고자이마스. 자나이까. 私が皆さん、あ、今日の前でみんなの前で今歌ったからなんかびっくりした。そうだね。でしょ、社長。緊張しました。まあですね。まあですね。あ、大丈夫ですよ、二人で。長い、もう、切れ、長く、長く。あ、今、あ、지금、あの、綺麗な、綺麗な、女性、あ、綺麗な。 여자분들을 봤을 때 지금 기분이 어때요? 소나미 기레나 일본어로 이쁜 여자 아 이쁜 여자 네. 모두 전부 이만 네. 지영군 미나해 미나 난데 미나해 지가 난데 아사가 부르노 아쯔 이만의 기분 기분 타베모노잖아 그때 네 김치 오우 전부 다이스키 됐어 오우 미나상 다이스키 다떼 미나상 나가 싫다이 것도 아리마스까 싫지 뭔가 아리마스까 난사이 몇 살이에요? 28 됐어 25년생 같이 한국 동무다치다요네 아아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 아
네, 강양 왕규쿤 왕규쿤 미나상 고래가라모 헌터니 감바리마스 가라 미나상 제이 왕규쿤 요시코 내가이시마스 박수 주세요. ワンギュワンギュはうちの練習生として、まだ曲は発表してない練習生です。彼はですね、ちょうど先週フジテレビのモノマネ番組で誰の投資機の歌を歌ったんですよね。今3年連続でフジテレビのモノマネ番組に出てるので、 今年もぜひ見てください。彼が出演します。少し歌ってる少し大丈夫ですか。強行進撃の曲を少し歌ってください。フジテレビで撮ったのね。初めて出会ったその日から君を知っていた気がしたんだ。あまりに自然に溶け込んでしまった二人。 これから歌詞覚えます。似てるでしょ皆さん。似てる。はいでしょ。今日ハンドがおかしいだよね。私と喧嘩する今日。喧嘩なの。なんか今雰囲気おかしいから早く今やめて。皆さん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。
大きい拍手お願いします。すごい身長高いですよね。で、身長は何センチぐらいなんですか？172。すごい綺麗ですよね、皆さん。歌もすごく上手で、歌声がなんかね、すごい綺麗だなって僕も思いました。これからも本当に活躍楽しみなんです。じゃあまたギター、すごいですよ。かっこいいでしょ、皆さん。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ミコペンドっていうグループは去年の12月からまた日本でシングルアルバムも発売しました。で、本当に活躍しているグループなんですけど、それで今日皆さんがたくさん来てくれた、感謝する気持ちで皆さんにミコペンドのシールを皆さんにプレゼントしますが、皆さん欲しい方、はい。じゃあ皆さん、グループの名前はミコペンド。どうしようかな、名前はジェ。名前はジョンさん。すごいですね、皆さん。じゃあ誰にあげればいいんだろうね。今4万円を準備しましたけど、とりあえず2枚ずつで配って、じゃあ何すればいいんだろうな。あ、僕と一緒にじゃんけんやりましょうか。皆さんとじゃんけんぽしてて、皆さん捨てるでしょ。引き分けと負けた方はそのまま手を下げて、勝った方だけそのまま手をそのまま置いてくださいね。じゃあ皆さん、手上に上げてください。じゃあ、じゃんけんぽん一緒にやりましょう。最初はグー、じゃあ、じゃすいません。じゃあ、行きましょう。じゃあ、そのまま皆さん、じゃあ最初はグー、じゃんけんぽん。じゃあ、チョキだけには、チョキだけの方、手をそのまま置いてください。じゃあ、次はじゃあ一緒に行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。じゃあ、グーだけの方、そのまま置いてください。ジニーさんもまた、次は僕が行きます、皆さん。じゃあ、行きます。最初はグー、じゃんけんぽん。じゃあ、チョキだけの手、1、2、3、4、5、5になって、6、1、2、3、4、5、6人なんですね。6人の中でもう一回いきますね。じゃあもう一回いきましょう。じゃあ最初はグー、じゃんけんぽん。パーだけー。じゃあ1、とりあえず一人様決まったんで1枚あげてくださいね。はい、2人、2名様、2名様渡してください。どうぞ前の。ありがとうございます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 。じゃあまた、さっき前回負けた4名様の中でまた2人を決めます。さっきの4名様、そのまま手を挙げてください。じゃあ次、またもう1回じゃんけんぽんいきます。じゃあ最初はグー、じゃんけんぽん。みんな行き分けなんだ。じゃあもう一回いきます。最初はグー、じゃんけんぽん。勝った、ミクさん勝った。じゃあチョキだけの方、一人なんです。あちらの方にプレゼントしましょう。もらったって言ってくれてるけど、おめでとうございます。絶対そう思ってる。さあ、1枚が残ってるんですが、ミカペンで僕が宣伝したら、ミカペン、バンドミカバンド頑張れって一番大きい声が一番大きかったが、ガチャに差し上げます。そうしたらミカバンド頑張れ一番。じゃあ決めるのはこの方が決めるからね。じゃあせーの、ミカバンド頑張れ。じゃあ何かが分からないんだ。せーの、ミカ。僕が？じゃあ僕は決められないの。僕はできないから。そう問題ない。じゃあ本当にどうしようかな。どうすればいい？もう一回？本当にあげたれでもいいかな。
一番可愛い子に一番可愛い方じゃあ行きましょう、せーの。 リコバンドはですね、リコバンドはですね、うちの新人アーティストとして、今日本では、今差し上げてるアルバムも出してるんですね。デビューしてますけど、これからうちの成功として日本で活躍していきたいグループです。今は韓国でボーカルレッスンと、あとニョンゴレッスン。 毎日頑張ってます。よろしくお願いします。さっき歌った曲がオリジナル曲なんで、ミコベンドのバンドのオリジナル曲でした。じゃあそれではですね、皆さん、ミコベンドの活躍を楽しみしながら、また日本で会えるのも楽しみしながら、次の曲を皆さん、もう一回、もう一曲聴いてみましょう。皆さん大きい拍手をお願いします。 はい、ちょっと待って、なんで？できますか？日本語できますか？あ、日本語できますよ。あ、帰ります。大丈夫、私話できる。大丈夫。言ってください。多分あなたよりうまいか。先輩よりはうまいとないと思うんですけれども、でも日本語なんかできますね。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。 待てばいいだけ、確かなものを確かめること、いだって簡単なこの世の中、3、2、1で走り出したら、I can't stop、誰にも止められない、分厚い影の中に浮かぶ、もう少し交わりそうなボディ演奏、かすかに聞こえた声に導かね。 I'm looking back in the
가 각하한지 때에 나가래로 치카니 우한나 시츄에이션 보약했다 아스다테 히카리와 미에나요 메구루이 비니타타 무건노 포스터웨이션 고에니 나라나이 쿠토바 쿠리카이시 아세루 오모이가 무네오 시메츠케룬다 それでも 僕の 心は いつだって この 場所 この 時を 夢 見ていた抱えきれない。ほど願いがあって何よりも僕の勇気になるのは戻れる日を待つ君がいること大切なことばかり考えて何が大事かわからなくなったりこんな不器用に生きてきたから 夢を探して行こうただ一つだけ確かなことは君の大きな心近くて感じてた
Bye.
笑えるいいじゃん心の準備はもう OK 逃さない君の SOS 僕らと羽ばたいて Wow 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 それは今この時